ようこそ純道の東北縄文文化研究会大湯環状列石シリーズへシリーズには発掘ででどこまかかったか縄文時代を代表する大モニュメント大湯環状列石とは何か何のため公式には発掘の結果墓場だが祭祀もやっている。 日時計のようなものは地元の人々中心の調査で太古の菊の紋章公式には縄文後期で日時計だ天文観測だ謎解きの旅へご一緒に北に青森県と秋田県の県境に十和田湖があり西に 東北縦貫道の十和田南インターチェンジがある秋田県鹿角市に位置する元鹿角市教育委員会ミスター大湯勘定列席秋元信夫さんの石に込めた縄文人の祈りをベースにお伝えします真ん中に剣道を挟んで 左側が直径約四十六メートルの。万座環状列石。右側が直径約四十メートルの。野中堂環状列石。万座環状列石。直径約四十六メートルの二十円。こちらに。掘ったて建物と展望台があります。 野中道灌頂列石。直径約四十メートルの二十円。こちらに有名な、いわゆる日時計があります。いつ発見されたか。発見はいつだったのでしょうか。昭和の初期。灌頂列石のある大地に。に水辺開発を計画した。 作業中に完全な土器を見つけた者がいた郷土史家浅井商業昭和6年漫才遺跡の遺跡調査申請書を県に提出とある1933年昭和8年大湯町の浅井商業諏訪富田を中心に研究会が発足遺跡調査 発掘調査の経緯人大文化研究所発掘昭和17年1942年年直径20件と30件の河原石で組み立てた建設物の大きな遺物および東西南北をはっきり示したいろいろな河原石で建てたものが十和田湖の最初の噴火に降ったその火山灰の中から発掘され 多大、小寺、諏訪山氏を狂気せしめている。まだ、縄文でなく上雄時代、これが重要です。発掘者諏訪氏の簡単。大丸石は東西南北を指し、縦石は長さ三尺に近く、花弁、すなわち十六の五紋章に似て、縦石より放射する丸石間に、 長大なるを沸騰せる何たる遺憾何たる壮観十六菊下門と見ました数万年を埋没したるこの建設物は古代人が当時すでに一大文化を有する民族たるを語るものでただただ驚嘆し感激の声を発せざるを得ず「数万年前菊下門ですよ驚愕簡単ですね」。 金鉱石の鏡前期の遺物の近くで深さ7尺直径4尺の縦穴を発掘したところこの縦穴の中で立派な鏡のごとく磨かれた金鉱石を発見した金鉱石の鏡あり得ることです勝つのは古代から優れた三金地であった奈良の大仏の金箔大日堂のある小豆沢とは 小豆大の借金のゆえふるさと数の安村次郎氏重要なことですが次の国の発掘からは金鉱石は完全に無視されましたほぼ構造を解明縦穴はついに全部掘り上げた種およびくるみの墨などが出た三たま六円形が出た 土器に入っていたが土器は破損していたこの調査でほぼ大湯環状列石の構造を解明できたこととこれ以降の調査の口火となったことから軽視できないと秋元氏これをもって人大文化の中心地と考えた「朝日新聞講演調査」昭和21年1946年。 昭和21年河野勇氏江坂照也氏は朝日新聞社の講演のもとに道地を視察し10月中旬より3週間にわたって発掘調査が実施された大湯勘定列石が広く知れ渡ることとなったこの調査には前期の諸氏のほか後藤森和氏吉田閣氏らが参加し初めて 学術的に遺跡の追求がなされた記事にされている終戦直後のいろいろ困難な時期の調査だった。発掘した土器昭和21年1946年満座環状列石周辺の調査では多数の完全な土器や復元可能な土器の出土があった。 これで時代交渉された。1951、52年度に行われた国営発掘の調査報告書では、1946年の調査が日本古代文化学会によってなされたということについて、一切の言及がない。秋元さんの本には載っています。困難な時期の学術調査なのに、無視されたのですね。 3期文化財保護委員会国営の発掘昭和26年1951年秋田市の岩田写真館が撮影発掘の記録写真がしっかり残っています国を挙げてのメンバー文部省技官東大教授明治大学教授 國學院大學教授武蔵野文化協会東北大学教授秋田大学教授このそうそうたるメンバーが今でも絶対に墓場説から抜け出させない枠壁を作ったのです日本の縄文史に大きな役割を果たした人々。 報告書「大湯町勘定列席」には「縄文後期」のもの勘定列席は上下2段の火山灰層に挟まれた黒土地中に含まれており上位火山灰層を大湯紀伊層とし年代は縄文時代と奈良時代の間とした昭和26年出土した土器破片から縄文式土器の行われた時代の後期 文部省議官の報告だったこの時に文部省が縄文後期と決めたんですね不動の枠ができた文化財保護委員会の発掘調査によって環状列石や廃石以降の構造が具体的になり構築時期も縄文後期に絞り込まれた廃石下に土壌を伴うことが確認され墓地の可能性が高まった。 これにより大湯環状列石は縄文時代の代表的な環状列石という不動の評価を得ることになった戦後の日本の神代が縄文時代と定められた頃です悩み多い学者真実はこうなのだだけどメシのため 違うことを話さなければならないことも、恐怖で締め付けられ、この枠から出られない。考古学だけではありません。みんなそうなのです。年代決定の疑問本当はまだ決まっていない。戸和田湖の噴火 大湯環状列石の 20km 北にある十和田湖は火山であり大湯環状列石とは密接な関係がある十和田湖噴火の火砕流が大湯環状列石まで来ているいつの噴火か最終噴火はいつ環状列石は上下2段の火山灰層に挟まれた黒土地中に含まれており 上位火山灰層を奥義宇霧層とし、年代は縄文時代と奈良時代の間とした奈良時代とは710から794年のことですが、現在はさらに平安時代910年噴火の十和函栄高火,火山灰となっている。 何のののためのものか1分母説59から61年調査で土工が発見残留脂肪酸分析の結果高等生物埋葬の可能性が高いであったこの結果一本木後ろ廃跡移行群は墓群であると判明したそこで構造が似通った野中堂 万座の石も石破墓軍であろうと推測されているこれだけで墳墓説が有力となったのですね墓地説の裏付けなし文部省の報告書1951年調査で野中堂と万座の11基の排石の下から土壌を確認しかし 土工内から人骨や副葬品は出土しなかった臨分析の結果も墓地説を裏付けなく墓地説とは断定できなかったしかし1970年には縄文時代の墓地としたあまりにもとてつもない遺跡だから文部省は縄文後期墓地としなければならなかった2 採取説掘ったて建物環状排斥以降立石などは祭祀施設だ石信仰山岳信仰による祭祀説を唱えた江坂照也祭祀という意味が現代人には理解ができない単なるお祭りとは違うのですが3祭祀と墳墓両方説 祭祀説も取れない両方の性格があるとしているどちらの説を強く説いても両方の性格があるのですか 4. 天文観測説日時計上組石がありこの環状列石中心部から日時計中心部を見た方向が夏至の日に太陽が沈む方向になっている。 この作品ではほんの概要だけでした。次から。次からは、縄文館が変わった、地中レーダーで解く、緑の石で宇宙祭祀、宇宙祭祀拠点だった、と続きます。ご期待ください。